僕みたいなタイプにとってはめちゃくちゃええ時代なんですよね、これ。はいはいはい、確かに。もともとなんかそっちみたいな人やから、はみ出しもんみたいな感じやから。ですね、確かに。で、まあ、そのはみ出しもんっていうか、あんまり言うこと聞かんみたいな人たちが今まではもうなんか苦しい、息苦しい思いしてきたんやけど、はそれがすっかり逆転しましたねっていうことになった。その金融のことについて、やっぱり今いろいろと調べてる中で、やっぱ最終的には教育だよなというところにたどり着いたんですよ。で、まあ、で、教育だっていうのをたどり着いたときに、じゃあいろいろ調べたら、やっぱりその、日本の金融とか資産運用とか、そういう教育があまりにも低いんじゃないかなと。だから結局のところ、今、なかなかそれを固定概念を持ってて、じゃだけはできない人がいるので、それをどん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 、個人個人が未来に向かって、ここのチャンネルは未来に向かっての話ですから、未来に向かうと、個人個人が意識してもっと勉強しないといけないのかなと思うんですけど、そのあたりってどうです？まっちゃん的には。ニーサーがどうしたとかね。なるほど、なるほど。ああいうことを今頃になって始めたわけでしょ。そうですね。で、それに伴った文科省もおそらく金融の知識とか資産運用を学校のその勉強でも取り入れていきましょうみたいなことを多分言い出すっていうか言い出してると思うんですよね。これね、周回遅れどころか100年前にユダヤ・アングロサクソンが確立してたことを今から日本人するんかみたいな話になってきても。で、これ終わっていこうとしてるんですよね、なるもほど、なるほど。う。で、あれ、国とか政治とか、その要は行政がなんであんなこと今言い出したかっていうと、要は巻き上げるためですよ。お金をね。じゃあ誰が巻き上げるのかって言ったら、もう前からの何回もの話で、ね、国の通貨発行権持ってるところの、人たちが吸い上げるってことですよにね。まあファンドとかね、いろんなもんは持ってるわけですよ、ファンドとか、ね。で、そういうところの餌食になるっていうことですよ。まあ、それはそうでしょうね。それはよく言ってることじゃないですか。だからそこになんでそんなものに入っていかなあかんのかっていう話ですよ。だからそのために、例えば、なんだろう。それこそ、すごく感じるのが、みんなやっぱりまだまだ概念っていうか固定的な考え、お金に対しての考えっていうのがあるとは思ってますと、僕自身ね。で、それってやっぱり子供の時から変えないといけないけど、でも国がやってる指定なんでそんなの止めるに決まってるから、じゃあ、どうすればいいんだろうっていうところになるんですよね。要は、今見てる人たちも親御さんもいるわけだし、要は、未来に向かって話さないといけないから、その親が変えていかないといけないわけじゃないですか。そう考えると。要は子供たちのことで。でも国なんてだってもう使いようなんないわけですから。要は結局システムで運用されてるんだったら、各個人個人の意識を変えないといけないじゃないですか。じゃあ変えないといけないときに、じゃ実際何をすればいいかとか、どういう、要は思想でいないといけないのかっていうのを逆に教えてもらいたいなと思うんですよね。わかりました。そもそもね、の土台でいくとね、その資産運用とか金融的な、金融じゃないな、ごめんなさい、資産運用とか、なんていうかな、その投資的な話ですね。持ってるマネーを投資して、それを複利を生んでいって、なんていうかな、資産を構築していきましょうみたいな話。そうですね。これはね、元の考え方って何なのかって言ったら、お金をね、マネーというものをレバレッジを効かせるってまあ言い方するんですけど、要は、1000万円しかないものに対して1億円の融資を入れて、で、その10倍のレバレッジを効かして、そこでインカムとか、インカムゲインなり、キャピタルゲインなりを利益を上げていくっていう、で、資産構築していく、こういう複利なんですよね。でね、これって何をやってるかって言ったら、まあ、端的に言うと、
マネーに働いてもらってるっていうことなんですよ。で、ひいては、もっと大きな構造のところから眺めると、うん、マネーを使って人を働かせると。こういうシステム、まあ、こういう形になってる。まあ、形ですよね。そうですよね。本質はそう、本質はそうなってますよね。そうですよね。国ごととか地球レベルで見るとね。はいはいはい。を使って人を動かすと。で、人が働いて税収が上がると。で、その税収をさらにまた踏んだくっていくという。はいはいはい。こういう形になってるわけね。はいはい。で、あのね、こういうレバレッジをかけたような投資手法っていうのは今後もあるんですよ。うん、うん。あるんですけど、かなりね、ちっちゃくなっていくわけ。なるほど。っていくわけね、うん。で、その理由はじゃあ何ですかって言われたときに、うん、もう何度もこの動画ではお話しているように、そのユダヤ・アングロサクソンが手を組んだ金融システムです。うん、これ、イギリスから始まった、うん、今、アメリカが主権を握っている、うん、金融システムですよね。うん、で、これ、もうやめようっていうことになってるわけだから、うん、これはもうガラ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 ガシャーンと崩れていく、うんうん。で、じゃあその後、やっぱ新しい米ドルなり、新しい通貨っていうか、はい、新しい交易の通貨システムですよね、貿易。はい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 、じゃあ、これどういう形になっていくんかっていうのを考えると、ね、うん、今までの、例えば分かりやすく言うと、ドルっていうのでお話しましたドルの概念ね、うん。これはね、要はどういうことをやってたかっていうと、その、ドルを返さないと貿易はできませんっていう形を作り上げてきたんですよ。はい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 。これ、まあ、サウジの原油もそうで、要は中東のアクラですから、はい、ドルでないと決済できないっていうことをやってきたわけです、はいはいはい、で貿易に関してもスイフトっていうのがあって、はい、それはもうドルベースの決済になってるんですよ。西側、はい、西側諸国のね。そういうスイフトっていうシステム、送金システムですね。はい、うん、でこれも皆さんご存知のように崩れていってるわけですよ。はいはいはい、崩れてるっていうのは、ブリックス含めてロシアとかインドとか、うんうん、出ていったと。うん、で世界270カ国290ぐらいあるのかな、そのうちの3分の2はもうこっち出ていっちゃったわけね、はい、で日本含めその西側諸国っていうのは残ってる3分の1の方におるわけですよね、はいはい、でこういうふうに見ていくと、うん、要はそのなんていうんですかね、ドルを使ったその貿易主体というか、はい、うんうん、そういうものがなくなっていくわけ今のところはね、はいはいはい、で元話戻すと、これドルって何をやってたかっていうとね、うん、要は FRB、いわゆる中央銀行が、はい、うん、ドルを無限に吸って、はい、世界中に撒き散らかしたわけですよ。で、撒き散らかすっていうのはどういうことをやってたかっていうと、はい、中国、みんな中国、中国とか中国共産党とか言うんですけど、はい、あれ元はアメリカも一緒なんですよ。ちょっと今日の話、分かってもらうためにここ理解しないといけないんで、はい、だから中国とアメリカ別やみたいな思ってる人も結構おったり、うん、資本主義と共産主義は別やと思ってる人も結構おるんですよ、うんうんうん、元は同じところから出てきてるんですよ。なるほど、アメリカも中国もってことですね。なるほどね。そうそう、ちょっと話ちょっとそれるけどね、うん、要は資本主義共産主義っていうのはこれ要は西対東、うん、北対西の対立構造と一緒で、うんうん、はい、違うその性質的なものを2つ必ず昔から作るわけですよ、はいはい、これをね、はい、でこれをその実験っていう意味もあるんですけど、どっちが人類にとって、うん、人類をどっちの方が支配しやすいとかいうことね、うん、あとは、まあ、はい、その金融システムに関しても、はい、そのなんていうかな、その一つにしちゃうと、はい、分断がなくなるんですよ、うん、やっぱりね、こういう統治したい人たちって分断させとかないと、うん、商売できないんですよね。喧嘩させたり、はい、裏そういうことさせるわけね。まあそれこっち置いといて、はい、でまあその中国があれだけバブルね、この20年ぐらいで一気に経済伸びたでしょ、うん、まあ30年かな、うん、であれの理由っていうのはこのドルなんですよ、うん、このドルをじゃん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 中国に投資したわけですよ。要は貸し付けたわけですよ、うんうん、でそのドルを使って中国ってあそこまで伸びてきたわけですよ。なるほど。うん、で安いものを作らせて製造させて、その製品はアメリカで消費すると、うんうん、だから産業が空洞化していく。イギリスなんかましたわな、はいはい、アメリカもそうなってくる、うん、まあこういう形があるわけね。でそのこういうね、なんていうんですかね、その要は金をマネーを使ってよその国に投資をして、そのレバーかけてと無限に投資して、うん、そこの富を奪い取るっていう形はもうこれからないわけなんですよ。うん、
ないのよね、うん。で、じゃあどうなるかっていうことでいくと、今ロシアが始めたね、あれがこれからの形になるんかなって思うのはね、うん、ロシアどういう、システムを始めたかっていうと、その、うん、要はスイフト排除されたわけでしょ、ウクライナ、さっき言ったね、要は世界貿易決済、うん、ドルベースの。これから排除されて、で今はそのブリックスの中ですね、ブラジル、ロシア、中国、インド、南アフリカ、でそこにマレーシアとかなんとかスタンとかいっぱいいろんな国がそこに加わっていってるわけですよね、うん、これ貿易ですわ、貿易圏ですわ、私ね。で、うん、このね、貿易する通貨っていうのはどういう通貨かっていうと、国内で使うマネーと違う通貨を発行しようとしてるんです。うん、国内で使う通貨と、国内、ロシア国内で使うルーブルですよね、うんうん、これはまあ今までの通り、うん、それで一定程度そのお金を発行してれば経済が回るんです、うんうんうん、でもこれ貿易っていう通貨になった時には、うん、ゴールドの裏付け、いわゆる金の裏付けのあるそのロシアルーブルっていうのが、うん、ロシア中央銀、ロシアのスベルバンクかな、あそこが新しいものを出したわけ、うんはいはい、でこれね、なんで金本位制っていう金の裏付けをくっつけたかっていうとね、はい、無限に膨張させないっていう意思がそこに入ってるんですよ。ああ、無限に増やさないってことですね。はい。そうです。で、これ、なぜそういうことをじゃあ無限に膨張させないってことにしたかっていうと、はい。要は、金融取引、要は、博打ですよ。はいはいはい。博打ですわ。国際金融資本っていうね。はい、要は、何でもかんでも金融商品にしてしまうとかね。で、そこに、さっき言ったようにレバレッジをかけて膨らまし続けると。はいはい。でこれをやるから必ずバブルって破綻するんです、はい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 、簡単な話でしょ、はいはい、で一国が、ね、破綻してたらそれで済むもんが、はい、今の国際金融システム、まあ、これもう終わっていってるけど、これよその国まで破綻が連鎖するんですよ、こういうやり方。あ、なんか貸し付け表してる、あ、どうですよね、倒せてるのね、倒れる形だから、はい、大恐慌、世界大恐慌みたいなことが何回も何回もこの人生で起きてこんなことやってるんですよ、うんうん、また今回もそうなんですけど、結局分かる人には見えてるか分かるか、分かんない人は分かんないけど、まあ、実際そのもう当たり前のようになってるってことですよね、その連鎖がね、うん、だってその金融商品に何でもかんでもこう、うん、パッケージにして金融商品にしてそれ売るわけですよ、そのさっき言った10倍、うん、100倍のレバレッジかけて、うん、だそれ一つ焦げたら全部焦げるんですよ、これ。そうですね、もうとんでもないことになりますよね、うん、でそういう投資の勉強したって無意味ですよね、うん、っていうと、でまあ世界はどういう方向に次流れていこうのかしてんのかって言ったら、さっき言ったようなやっぱロシアのその新しい新ルーブルっていうかね、金、はい、の裏付けのあるその貿易通貨、うん、はいはい、このになっていくと思うんですよね、はいはいはい、要はそんなに無茶な発行はしないと、はいはいはい、とその貿易ですよ、金融じゃなくて金融としての、うん、金融として使えない通貨です、貿易、物を買うときに1対1の交換で使う、うんうん、これがね、多分ロシアがそれをやったっていうことは、次のアメリカ、新しいアメリカ、ドルもそうなるはずなんですよ、うん、おそらくね。だから、はい、単純に言うとね、新しいアメリカドルなんかはね、もう多分ね、国内で使うドルと、その貿易で使うドルが分かれるんだと思うんですよね。うんうん、なるほど。うん、でそこには今までみたいなその金融で博打をするような、うん、国際金融取引をやるようなマネーはやってはいけませんというような、うん、まあ、あったとしてもかなりちっちゃいその総量から、うん、その中でやっていきましょうということになると思うんですね、うん、でこうなるとその世界経済っていうか GDP がどうしたみたいな、ああいうアホみたいな話があるんですけど、うん、伸び続けないか、はい、いけないみたいなね、はいはい、ああいうのもないわけですよ、うん、もっとゆっくりした 経済成長速度っていうか、うんうん、人々とか本当のその宇宙地球っていうかなの環境に応じたちょうど程よい成長スピードっていうか、うん、そういう感じに変わるんだと思うんですよ、うん、なるほど、うん、ってことはその今更そんな金融勉強して何になるんですかみたいになるわけよな、うん、でそれよりもむしろじゃあ何をじゃあ勉強学んだ方がいいのかっていう話でいくと、ね、うん、うん、あのねこれねやっぱね、うん、一番最初のちょっと雑談の愛ちゃんとの雑談の話の内容と一緒、うん、やっぱ感性なんです、うん、一番大事なものってね、うんうん、
で、なぜ感性が大事かっていうと、その彼らの時代って、その何もないとこから何かを生み出さないといけないんですよね、もうほとんどのもんは。そうですよね。ゼロからね、1、100にしないといけないですよね。そうですよね。で、それをじゃあ、機関車作るんかとか、戦車作るんかとか、飛行機作るんかとか、そのロケット作るんかとかね、ああいうその大資本で重たいものをたくさんの人間で大工場でやるようなものじゃなくて、そういうもの価値が出るんじゃなくて、その人それぞれが持ってる感性とか直感的な要素、それが何か商品とかサービスとして誕生していくっていうのが大きな価値の点。そうですね。だから何遍も私言ってるように個人が浮かび上がってくる時代、そうですね。その人が持ってる感性的なものっていうか、そういうものがその人々を照らす大きな価値になると思ってるんですね。ってなってくるとね、学ぶことってその何て言うのかな、勉強じゃないんですよ。学問はいいんですよ。学問っていうのはもう歴史的な学問っていうのはあるんで、的なものとかね、社会文あ日本例えば世界の文化とか世界文化みたいな話ですよ。で、そういうものっていうのは学んでいって、こう掘り下げていって探求していくのも大事だし、あと芸術的なものですよね。まあ、その歴史の中にあった偉大な芸術的なものっていうのも、これも学んでいくっていうのもいい。これは学問、勉強じゃないんですね。で、そういうものをこう自分に取り入れつつ、その感性を見るという世界やっだぱと思う。感性を磨けば最終的にどうなるんだろう。感性を磨くっていう哲学になるとちょっと難しいなとは思ってるんですけど、どう思います？なんか、感性って単語ってなんか難しくないですか？結構。だから僕の話っていつもちょっと言葉になりにくいこ とを言なり葉ににくいですよね。感性って具体的に僕分かってないんですよね。感覚だろう、その感覚であり、感覚、その、感じる能力、その人の感じる能力感じる力ですよ。からですよね。で、これもね、いつもいつものお話の通り、100人おれば100人です違ようんね。だから、例えば丸いもの一つ何か見そこなんですよな。その見てるところが違うわけよね、100人。この人はこういう角度から見てるけど、この人はこういう角度、この人はこういうとこいいなと思ってるけど、この人はこれいいなと思ったりするわけですよね。で、これもみんなが違うんで、だからそれぞれがこうみんなが集まって何かを作っていけば、そういうものが出来上がってきますよっていうお話をね。じゃあ、その感性、そういうものを磨いていく世界っていうのはどういう世界なのかというとね、なんていうのかな、何事でもそうなんですけど、感じる力的な話って突破力なんですよ。突破力ね、なるほどね。だから、例えば自分が何かのその商売をしてね、商品を生み出す、生みの苦しみの時に、いや、そんな簡単には生まれてこないんですよ、そうですね、一つまのるで商こ品っなわれてですね。ね、そうですね。で、その時のね、その突破する力っていうのはやっぱ感性なんですよ。これはまあ、しぶとい努力とかそういうこともあるんですけど、その要は、僕の言ってる感性ってどちらかというと、もう本当自由な発想っていう感じかな。自由な発想とか自由な概念っていうか、柔らかさっていう感じです。だから、ある意味身代わりの速さっていうか、その切り替えの速さっていうか、このやり方だったらダメだったら、こっちのこの切り口でやってみようとか、もっとこういう可能性があるから、こういうやり方だったら簡単にできるんじゃないとか、そういうなんていうのかな、その柔軟性っていうかな。でね、これってね、前の話でも言ったんですけど、学校の勉強がこれも邪魔するんですよ。なるほどね。方程式 方程を式か。罰ゲームで決められてるんで、なるほど。そっか。確かに。方程要式はあは、りますね。要はね、知識は持ってるんですよ、引き出しは。引き出しってありますよね。この引き出しは知識によっていくつかは持ってるんですけど、それを超える知恵が出てこないんですよ。要は、決まったルールしかできてないってことですよね。柔軟に動けないってことですよね。だから、今ない引き出しの中から何かを引っ張ってできないんです要よ。は、だから新しいものを引き出せることができない。いや、新しいアイデアを想像できないみたいなもんですよね。要はね。
そうなんですよ。ああ、なるほど。だから、一般的な世の中的な話で言うと、感性って簡単で、今まで誰もが思わなかった形にするっていう感じですよ。はいはいはい、思ってもらう。確かに確かに。言われて、伝えられて、あるいはそれを見て、なんとなく分かってたけど、こうなんや、みたいな。はいはいはい、こういうことができるんだっていうところ変だと思うんですよ、うん、だからねこれ規制の概念があるとやっぱり高僕そうやってるんで、ね、今までこう教えられてきた学校教育とかこう常識的なのが一回取っ払わんと、うん、やっぱなかなか出てこないですよと一回出てこないですよね。そうですよね、そこなんよな、うん、だから我々って本当知識的なものってこの生きてる80年でもいいし、うん、まあ、90年でも生きていく間にこの蓄積し続けてるんですよ。貯めていくってことですよね、要はね。うん、でね、うん、これ、出ないと次入ってこないんですよね。はいはいはい、うん。なんで入ってこないかっていうと、古い概念が邪魔して寄せ付けない、うんうんうん。だからね、一回本当リセットしてそういうものを入れていくと、新しい感性的なものっていうのもまた芽生えてくるっていうのがこう分けて。うんっていうかそういう感じな、うん、思うかな、うん、でその何て言うかな、それをそういう風にしていくと、まあ、まあ商売やったとかでしましょうよ、うん、そんなで商品生み出してある程度、まあ、商売順調にうまいこといきましたと、だから今度はやっぱり自分の肉体っていうかその体力的なものっていうのはやっぱり人間の体って衰えがくる、うん、年齢とか、その時にはある程度一定程度そういう商売をある程度成し遂げたら次はもうなんていうかな、うん、そのうん、まああんまりこう社会力に何かをやって仕事なんていうかな商売しなくてもゆったりと暮らしていけるような土台作りたいですよね、うん、元の資産運用ってことをやってますね、うん、でこの資産運用の時にもね発想がね柔軟になれるんですよ。なるほどね、発想が柔軟ね、なんとかね、うん、なるほどね、感性もね、うん、だから金融商品的な投資っていうのは、うん、そういうのはあんまり必要ないわけ、うん、あれってバクチなんで、うんうん、あのボリュームが大きいか小さいかでこうマネーが右へ行ったり左へ行ったりして動くわけだけですから、うん、あれを胴元の売るようなやつはね、うん、あれは全然関係ないとしてね、その要は投資行為をして、うん、その、なんていうかな、もうちょっとゆったりと暮らしましょうっていうことを目指すんであれば、やっぱ不動産だったりね。うん、で、この後、やっぱり何かの事業っていうんかな、うんうん、とか福祉とか、うん、そういうさっき言ったような、あの、うん、なんていうかな、身体障害者みたいな方々のために、うん、その、なんていうかな、NPO 法人なんかを設立して、そういうところに、うん、投資をしていくとか、そういうこともあるわけですよね。だから何でもね、その要は資産運用って金融商品を買ったり売ったり買ったり売ったりするだけ、投資でも何でもないん で、 で株式に投資してキャピタルで配当を得るのがだけが投資でもなくてね、僕が言ってる投資っていうのはやっぱり世の中の役に立つための投資っていうのはこれからもう軸になってくると思うんですよ。うん、あとちょっと話始まっちゃうんですけど、もう一個あるの気になってるのが、その資産運用によってその勉強をね幼いことする方が最終的に年収が上がるというような統計がホームページとかいろんなところで出てきてるし、実際そういう方が多いと僕も認知してるんですよ。そうなってくると、じゃあ親として、親もそうだし、まあ親じゃない人でも、まあ、下の世代の子たちに対してのその見せ方、いや、そうだって結局下が良ければ全体が潤うわけじゃないですか。ただ結果的に地球上も潤うわけだから、まあ幸せな方に進んでいくんですけど、その際にどういった感じの要は意識だったりとか、要は概念を捨てればいいですか？あのこれすごく簡単で、うん、前回も前々回金融以前日本とね、うんうん、あそこをねまずねお子さんとかね親御さんも知ってもらう、あそこなんです基本は。金融のその仕組みの原理原則、資産運用もそこなんですよ。うん、要は何をやってるか、うん、資産運用的な話ってね、簡単に説明するから皆さんちょっと子供お子さんにね教えてあげるっていう、うん、これを伝えてあげる、うん、いや見せるという行為です。あのね、うん、
要は資産運用的な話っていうのは何度もお話してるけど、お金はってないとこから生まれるん、やないつところから生み出されるというか、勝手にです増えてかくるんだね。よね。だからそのないとこから、生み出すというか、生んでもらうというか、その融資を受けるという行為ですわな。お金を借りるという行為ですわな、資産。これはね、何をやってるかって、むちゃくちゃ簡単に言ったらね、時間を買ってるんですよ。時間を、例えば分かりやすく言うとね、住宅ローンあるでしょ？ 30 年とかで組むでしょ？ 35 年。で、例えば5000万借りたとしましょうよ。あれはね、時間を買ってるんですよ。なるほどね。時間をかってる。分かりやすく言うと、5000万円のお金を貯めるまでには30年かかりますねと。だから、それだったら金利を払ってでも先借りちゃおうと。これ確時か間。にね。そういうこと。でね、資産運用っていうのもこれなんですよ。同じ行為なんですよ。だから、例えば1億円のその不動産ありますよね。で、これ私1億円はもう全くゼロではそれは買えないよ。ある程度のそのキャッシュ2000万なり3000万ってことはいるわけね。やっぱりね、貸す方からするとね。で、今1億円ないけども、この1億円の物件を8000万借金して買うわけですよ。2000万。ね。これも時間を買ってるんですよ。時間をで、買ってこるんですね。こから家賃収入っていうのがあって、そこから返済をして、固定資産税とか経費を払って、キャピタルというマネーが残るわけですよね。で、それはそれでいいんだけども、そこには毎月返済が入ってくるわけですよね。お金をで、ね、この返済がすることによって、借りてる8000万円が毎月毎年減っていくわけですよ。で、これが、例えば20年で融資をしされ、入れてたら、借りてたら、20年間で、これは残債ゼロの自分の不動産ということになるわけですよ。これも時間を買ってるんですよ。これのボリュームっていうだけの話なんですよ。だからこれが10個あれば、10億円の物件で、8億円の借金してるわけですよね。これが将来30年後とか20年後に資産になりますよっていう話なんですよ。そういう先。ことを教えるだけです。だから、それはお金を貯めるっていう行為は大事だよ。働いて、貯める元手を作るっていうのは、これ、最低限元手っていうのはいるんで、ただ、ある程度の元手ができたところでは、こういう行為をしていきましょうっていうのが資産。わかった？なかったかった。俺はもだうおから金5000万円の物件に投資するのに、5000万円貯まるまで待ってたら、時間が投資借りじろっゃてろうこわとけだよ。な。いや、やっぱり、こう考えると、やっぱり、なんだろうね、お金を借りるという部分の前もね、話してたじゃないですか。お金を借りるってところの定義が、やっぱりどれもつながるってことですよね、結局のところって。そこが、固定概念が持ちすぎなんですよね。で、そこで刷り込まれてるのが借金が悪いとかって刷り込まれてるんですよ、これ。また同じですよね。ま借た。金は負債だみたいに思ってるわけよな、これ。でね、これも思わされてるんですよ。負債だと思わすことによって奴隷にされてるわけですよ。だから自分が負債だと思わんかったらええだけやから、みたいな。これも感性なんですよ。だからね、僕が話してる内容ってちょっとわけ分かりにくい時ってたまにあるんですけど、これも感性と思ってもらったら、何か納得いくと思うんですよ。全部感性ですよ。その人の感性がそれぞれ違うし、出していくところのポイントも違うじゃないですか。だからね、この YouTube チャンネルもそうなんですけど、こういうものの見方っていうことを僕、感じですよね。これね、こういうものの見方があるんだっていうのは感性なんですよ。だから、その感性を磨くには、やっぱ学問も必要なんですよ。だから歴史観とか。だから、いつも同じこと言ってるんですよ。そうですよね。だから、学校の勉強じゃ勉強になりませんって、誰だろう、アルバイトだみたいな。ってこういうことなんですね。そうですよね。だからまあ、先の資産運用の話に戻るけど、借金は悪いことだとか、負債だとかって思ってたら、いや、それ世界中国みんな借金漬けですみたいな。
前の動画見てもらったら分かるから。だうからこれがなかったら何も先行かないんで、みたいな。なるほど、結局やっぱり、もう、なんだろう、ね、いろんなその記事とか見てやったけど、根元は同じってことですよね。ほんとね。うん。それが、話の根源ですわな。確かに。だこうからなっておくる金と。的な、お金的な話っていうのは、前の、以前の金融の話の日本の動画をまず見てもらうことで、で、これを見てもらった後に、今回のお話で、その今言ったような話ですよ。要は、時間を買う行為なんですよ。タイムトリップしてるわけですよ、これ。要は30、30年後にお金が貯まって買えるはずのものを、先に、先に買って、後からこうちょっとずつ返しますねっ返ていう、しこうますって感じですよね。便利なシステムなんですよ、これ。みんな住宅ローンだから組んでるんでしょ？組んでますね。本当にそうですでよも、このね。投資になったら、わけ分かってへんわけでしょ？なんかおかしい話ですよね。一だから緒結なん局で住宅ローンだって払えなければ、だって家なくなるわけだし、ねいや、え、結局変わんないから。不動産も一緒ですよ。担保に入れてるか取られるだけで。だからやっぱり集団的思考なんでしょうね。集団的思考と集団的認識してしまうところが多いんでしょうね。みんながやってるから大丈夫でしょうみたいな、そんな感じなんでしょうね、多分ね。とも思うわ。でしょうね。多分そうだと思いますよ。要は昔からやってる住宅ローンは昔からあるものは安全。でも資産運用はいきなり来たものですとか、なんか、いい時はいいじゃないですか、すごく。悪い時は悪いじゃないですか。だから要は、や、なんか安定してるんじゃないかと思うんですよね。いいとか悪いじゃなしに、それを見極める感性と知恵とかいるわけですよ、知識とか知恵とか。だからし、そのと、勉強も、勉強とか学びもせんと投資なんかしたら、えらい目合うの分かってるじゃないですか、そんなもん。なのにみんなやっちゃいますよね。だから結局、言葉に踊らされてやっちゃうというか、ついついやってしまうとか。だからね、もうね、もう何事なんですけど、もうちょっと学ぼうよ、みたいな。人に頼らずね。で、そういう感性的なもんとか知恵とか知識とか、まあ、なんていうかな、そういうことを、なんていうかな、こう、そういうものを持ってる上でね、投資行為をして、ある程度そのうまくいくっていうか、皆さんの役に立つこうことをね、そういう話ばっか来るんですよ、これ、また。確かに。不動産と不動産で業者さんなんか、俺のとこばっか物件持ってくるわけですよ、これ。物件持っあてれ、くるんですか？不動産ってある意味情報戦なんでね、これ。極めて、まあ、不動産の話ちょっとだけ今日しますけどね、まあ、資産運用っていうことなんでね、ちょっと不動産を触れときましょうか、じゃあ。やっぱり不動産って安定してるんですよ。言ってましたよね。この間のね、トークでも、やっぱり資産運用は、やっぱり投資は株じゃなく、不動産だよなって言ってましたね。何がね、一番いいかっていうと、やっぱキャピタルゲイン、毎月の、要は収益を生みながら、最終的には出口の部分っていうかね、売却のところではそんなに、まあ、極端な、なんていうかな、値落ちっていうか、そういうのもない。例えばね、利回り10%ある物件なんかなってこと、10年持ってたらペイなんですよ。もうただ、その物件ね。ただまあ、そこには、その家賃ね、そのお客さんがそこに入居しないとかね、いろんな問題とか、天災遅延とかいろいろあるけど、そういうのも全部ひっくるめて計算した上でね、いろんなことも含めて、リスクを含めてやっても、まあ、そんなに動けはしないんですよ、不動産って。ああ、なるほどね。ただ、これは、知とか、学んだ人の話よ。何も知らんで騙されるからね、不動産に。で、不動産、簡単に言うとね、さっき言ったように、収益物件っていうのを保有しながら、なんていうかな、安定させていく、その商売ですわな。これって1にも2にもやっぱその物件の良し悪しなんですよ。物件の良し悪しですか？その物件をいくらで買えるかっていうだけの話。で、これ、じゃあ誰が紹介してくれるのかっていう話だったら不動産屋さんなんてことですね、業者さん。で、これってね、あれね、結構極めて閉鎖的な世界なんですよ。そうなんですか？なるほど。
構思ってるより閉鎖的な世界で、うんうんうん、あの表にネットなんかの紹介で出てくる物件というのはどちらかというともう別にみたいな物件、うん、売れない物件ですよね。売れないわけじゃないけどオープンで誰でも買ってみたいな物件ですよ、ね、でその手前でね動く物件というのはやっぱそのなんていうかな、うん、その表に出てこない物件というのはもう業者同士の中でこう回ってる、うん、いやいやいやで要は彼らの商売のスタイルっていうのは仲介手数料の 3%、はい、え 3% プラス6万っていうのがこれ最大なんですけどこの手数料の商売に成り立ってるんで、はいはい、あの同じ1億円の物件1億円の物件を売ったら660万プラス6万入ってくるわけですね、はい、でこれね同じことを手数料稼ぐのにねめんどくさい客とやりたくないわけ、はい、素人さんと、はい、あらこうだ聞いてくるし、はい、わけ分かってん人ってめんどくさいんですよ、はい、彼ら同じその売り上げですからね、はい、多分やっぱもっとパンパーンと物件もミント買ってくれるとかねそうそういうところへ話がいくわけですよコスパ的にね。なるほどね、うん、もう話が早い人ですよ、はいはい、うん、でそういうところにいい話ばっかりが来るから、うん、またそういうことになっていくみたいな、うん、循環して前言ってましたもんね。例えば車の中で言ってたな、それな、うん、うん、こういうことなんですね、はい、だから、まあ、ちょっと不動産には触れたけどじゃあどうしたらいいんやって言うけどそれはもう自分で積み上げていくしかないんですよ、うん、信用なんで信用でね、うん、信用だんだからね。ただ僕1年半でやったからできるよ誰でもこれやってしまったからもう飽きたけどえでも でも今できてるんじゃないですか。でもそれでももう飽きたな。もう飽きました。もう違うことやりたいですか。もうやることないわ不動産。もう飽きた。飽きましたが、そうですか。また今週また一つ決済あるしな。もうこれでいらんわと思って。ああ、もう不動産いいわと。なるほど。ただまあもう言ってんのに持ってくるわけよな。また。まあそれはだって買ってくれるわけだし、うまくでもね動画でも前回じゃないですけど、デイリスさんと話してるやつでも株より動画だよね。いやとか株より不動産だよねって言ってくる。まあそうなんだ。まあもういらんって言ってんのに持ってきたら頼むから買ってくれって言われた場合は一つちょっとこれ売ってきてとかね。うん、ああじゃあ売ってきましょうみたいな交換条件ですよね。じゃあこれ代わりに売ってきて代わりにこっち入れるからみたいな、それぐるっと回すってことですね。そうやな。なるほどね。まあ、プロさんの話はちょこっと触れたけど、まあまあ、やっぱりそこはもういいんやけど、なんていうかな、だからそのこういうことをもう僕1年半で不動産はもう終わったけど飽きたけど、うん、こういうこともひっくるめてね、やっぱりそのなんていうかな、うん、なんていうかな、やっぱりその業界そのものの中身は知らんかっても感性的なものを持ってて自分で本気で学ぶから、はいはい、でその学ぶ方っていうのは学んだ時の受け取り方、はい、受け取って行動の仕方ですわな、うん、でこれが一般的って言ったらあれなんですけど 90% の人がする動きと違う動きするんですよ、はい、僕の場合ね、はいはい、うんうん、もう手っ取り早い動きするわけですよ、はいはい、だから答えは早いですよね早いですね。確かにね。だからこれも一緒なんですよ、うん、みんな9割の人と同じ動きでやってるとみんな、うん、みんなと同じみたいになるんで、うんうん、それはなかなか難しいですよっていう話です。難しいですね。確かに分かりますよ。で、うん、世の中的な話でいくとね、うん、ワクチンなんかがそういい例なんですけど、はい、みんなで同じ方向っていうのはもうないわけ。これないですね。確かに、まあ、みんなが行くからそっちが正しかっただろうって言って間違えてたってことになったわけでしょ今回これ、まあ、そうですね、なってましたね。これいい例なんですよこれ。だからね、うん、宇宙がそういうこと言ってるわけよこれ宇宙の法則ですね。確かにね、うんうん、だから僕みたいなタイプにとってはめちゃくちゃええ時代なんですよねこれ。はいはいはい、確かに。もともとなんかそっちみたいな人やから出しもんみたいな感じやからですね。確かに。でまあそのはみ出しもんっていうかあんまり言うこと聞かんみたいな人たちが今まではもうなんか苦しい息苦しい思いしてきたんやけど、それがすっかり逆転しましたねっていうことになった、うん、だからねその勉強ってっていうさっきのお話にもう一回戻るけど、資産運用にしてもその商売としての勉強っていうのも、うん、スクールじゃダメっていうのが結論ですよ僕の結論は。あ、スクールじゃダメ。見てる親御さんお子さんおる人にやったら端的に言いますわ、でっち方向行けと、ここやと思ったところ、うん、ほう
ここやと思ったし、お師匠さんみたいなところにね、うん、それを極めたいんであれば、給料いらんから働かしてくれと、飯だけ食わして寝かしてくれと。ああ、なるほどね。こういう方がはるかに実りありますよ。なるほど、その勉強するその塾とかではなくてってことですよね。要は非常で勉強しても意味がないんですよ。現実的に何をやってるかっていうのを、何を考えて何をやってるかっていうのを見ないと。要は結局システムじゃなくて、システムの論理というか、そのなんだろう、方法論は教えるけど、方法論ではなくて実際の体験しろって話なんですね。だからさ、だから魚の釣り方を教えるけど自分で釣ってねじゃないけど、うん、あのね、スクール的なやつって釣り方も教えてない、あれ嘘の釣り方やと思うねんな、あれ。なるほどね、はい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 。こうやって釣りましょうって、そんな魚って気象条件とかね、その潮の状態とか天候によって全然違うのに、うん、そんな一つでくぐれないでしょっていう話って、うん、これと、ね、やっぱりその人間の世界っていうか世の中っていうのも複雑系なんで、うん、そんなこれですよなんていうのもないから。確かに、うん、やっぱりね、本当に成功してるって言い方はおかしいですけど、この人すごいなと思う人のところにでっちに行くってことですよ。でね、本当に成功してる人風の人って教えてくれますよ、ただで。そんなお金取らないですか、セミナーみたいに。あ、ものすごい親切なんで、本当に僕みたいね。確かにそうだ、確かに。隠さないんですよ、別にみんなが成功したらもっといいよねって思ってるから、うん、確かに、お金を要求してこないですね、確かにね、まっちゃんはね。で、あのセミナーみたいな人ってどちらかというとあんま成功してないんですよ、言い方悪いで、はいはい、だからセミナーでお金取ってるんですよ。なるほどね、講座とかコンサルでね、なるほどね、うん、この本職が商売じゃなくてセミナーが商売になってるみたいな。確かに本職の技術では何もね、確かに、うん、だから、じゃあそれどうすんねんって言ったら、YouTube なんかでね、結構見つけれますよ。僕の自分でこんなこと言うわけじゃないけど、あの本当にね、成功したっぽい人って、おらかな人でね、何でも話してる YouTuber 結構いますから、うん、社長さんね。はいはいはい、ああいう人と一回関わり合ってね、はいはいはい、この人やと思ったら、会ってみるってことですよ。で、会って本当に、うん、この人大好きだ、ちょっと一回弟子入りしたいと思ったらね、はい、弟子入りにさせてくれと。でね、はい、そういう人たちってね、断らないから、はい、いやいや、僕はそんなんとか、んでお金はとか言わないから、いや、いつでもこうやって。はい、俺の車洗っとけよとか、俺の車洗っとけよ。ああ、やる、あれ、あれ、あれ、かわいい、これやっといてみたいな、あれ、あれ。俺の家掃除しとけよとかね。こういうのが早いですよ。早いですね、確かに。うん、だからね、その人のそばにいて、思考ですよ、その人の考えてることと考え方、思考、能力、どう感じるのかっていうのをやって、あ、はいはい、行動ですよ、その人の行動を見てればね、同じことやれば成功しますから、まあ、確かに、簡単なんですよ、はい、そういうことをできてる人と同じことするっていうだけなんですよ、確かに、でもその同じことってそこにいないと分かんないですから、分かんないですね、確かに。うん、いやー、やっぱりそうですよね。そこですよね、一番はね。だから昔はデッチ方向行ったんですよ。昔。うん。まあ、あれは、うん、あれはまあ、その、なんていうかな、その、まあ、こ昔って子供がね、5人も6人も7人も8人もおったんで、食いっぷちがっていうのもあったんやけど、デッチ系、はよ出ていってデッチ系っていうのもあったんやけど、あれって一番いい教育方法なんですよ。やっぱり人と会うっていうのが一番いいですよね、本当に、ね。でも、そこに他人さんのね、他人さんの、うん、ご飯、お米を、他人さんの飯を食うわけよね。はいはいはい、はい。他人さんの家で寝泊まりして、はいはい、で他人さん、偉いさんのカバン持ってね、その人の行動を勉強してるわけですよ。はい。あれが一番早いんです、話が。はい。うん、でね、例えばもう高校とか、僕、うちの娘なんかもそうなんですけど、学校辞めちゃってね、もう退学しちゃって。うん、だそういう子たちってね、もうそういうのをやったら面白いと思うよ。なんでね、そういう人たち、まあ僕みたいなタイプはそういう人たちって可愛がってくれるんですよ、とにかくそういう若い人。確かに。うん、何でも教えてくれるから。教えてくれますね。はい。そんなね、あんた大学なんか行ってね、変な関数習ってるよりね、はるかに経済というか、その商売、マネー的なことは勉強になるよ。実世界。ある意味修羅場ですからね。ちなみにそういう世界に入るときに塾とか関係なくね、塾じゃなくスクールじゃなくてお金がかかるっていうのはどう思います？それはないと思います。
例えば。のね、なんでこれもみんな理解できるのかようわからんねんけど、めっちゃ不思議な、もう何十年も不思議なんですけど、お金を払ってそこへ行くっていうのは、お金がもったいないとか、ああだとかじゃなくて、向こうからしたらお客ですよってなんでわからんの？みんな、みたいな。ああ、向こうから見たお客、なるほど。ほそううほうほう。でしょ、学校も一緒ですよ。なる授業料ほど。払うんでしょ。あ確かれっに。て、お金を受け取る方からしたらお客ですから。あ、まあそうです。全員お客ですよね。いや、その概念。学校行く子供たちがお客ってことですよ。あ、結局世の中の仕組みは全部お客、ああ、そっか、お客とあれなんか。で、塾やるでしょ、愛ちゃんが。そこに集まる子供たちいるでしょ。これお客さんじゃないですお客ですね。そうですね。もちろん。か。あ、なそんっでか。そうわからんのか、ようわからそっん。か、お客、だから結局お客様だって、あ、そっか、お客様商売をやってるってことなのか。そうよ。例えば、まっちゃん的に今の話だと、その、お金をね、要は、払う軸とか、あれはビジネスじゃないですか。じゃなくて、要は、今の話を言うと、お金を払うところというよりかは、本当に無料で教えてくれるところに行った方がいいよって言ってます。そういうことでもないく。や、そりゃそうですよ。目的はお金をもらうことが目的なんでしょ？塾もらで。うぐらいもらう的。最終的なところはそうでしょ？そうですよね。いや、いろいろあるよ。それはいろいろ、その、ああだらこうだらっていう大事とか、屁理屈はあるけど、最終的にはお金をもらうことが目的じゃないですか、ね、みんなそうです。みんなの目的はそうですよね。お金をもらうこそうとがで目し的ょ？です。じゃあ、その、要は私が言ったさっきのでっち奉公的な話ですよ。お金を取らない方ですよ。要は、ね、その代わりだから言っていうふうに車洗っとけとか骨洗っとけと家掃除しとけっていう話だったじゃないですか。これって受け入れる、僕が受け入れたとしましょう。僕からしたら何がありますかっていう話ですよ。ほん確かなにら、ね。ただ単にその子の成長とか自分が教えてあげることの喜びってことですよ。あと何があります？まあ掃除してもらったら便利えなっていうのはあるけど。確かにそうですね。それ以外はないですね。ないでしょ？ないです。そういうことを言ってるんですよ。やっぱりそういうことの方がいいの。なんか世の中はみんなそういうビジネスの、例えば、行くことが当たり前っていう風な人が多いから、多いから、なんでそんな多くなっちゃってるんだっていうのが、僕も疑問。いや、だから簡単でみんながやるし、簡単だからそっち行ってるだけのことですよ、それ。ああ、そういうことか。なるそほんどなね。難しいことしてないんですよ、あれ。みんなが受け入れたああ、そういうこととか。か。簡単だからそっちの方が楽だからってことか。親御さんからしたら、家おってゲームされてもめんどくさいから塾行っとけとかね。で、そこにはお金払っとけばええわけでしょ？そうですね。お金払っとけばその塾の先生文句言わんでしょ？別そうに。ですね。お前文句言のわ子ないで成す績ね。悪いからもっと勉強せとか言われるかもいな。や、そうですね。そうでしょ？簡単な方向を行くからそうなってるだけの話ですよ。だから僕は YouTuber なんかです。YouTuber じゃない？ごめん。本職で立派に成功されてて、不動産やったら不動産もいいですよ。僕らぐらいの年齢か、もうちょっと、それぐらいの人が多いかな。50歳代とか、60歳、真ん中ぐらいまでの人ですよ。こういう人たち、その実業よ。変な投資とか、ビットコインで儲けたとか、株で儲けた、あんなやつあかんよ。あの、あったいなのは。じゃなくて、本当の実業として地に足ついた、その商売できちっと成功した人ですよ。人格。いっぱいおるんでね。で、見て、その動画を毎日、まあ、毎日アップして、1週間に1回だったら1週間アップしての見てもらってね。ちょっとこの人とこう関わり合いたいなって言ったら、コメントとかあるじゃないですか。僕もコメントばっかりするし。あれをやってれば一回お会い、あって、あ、会ってくださいって言ったら、いいよって別になるわけですよ、時間を取って言ってて。どうやってこう、つなげていこう、すごい気かな、そういう YouTube ってこれ、動画なんか。そうですね。確かにね。みんなにただ、褒めてる。それを面倒くさがるからおかしくなるみたいな。本当になんだろう。みんななんか目の前のことしか見てないけど、自分で取りに行かないといけない。そういうことなんでしょうね。当たり前じゃないですか、そんなもん。もう当たり前なんですけどね。結局現実の目の前のことについてなっちゃいますわな。確かにな。だから、塾とかああいうのって与えられた風呂敷じゃないですか。塾確が、進学がどこやと、公立かに。確かに。強いとか、大学の合格率がどうやとか、風呂敷か広げられて、ああって言ってるだけの話じゃないですか。自分で取りに行ったもんじゃないじゃないですか、あんなもん。
それより逆にね、16歳とか高校中退したような子がね、その YouTuber でコメントくれてね、共感してますとか、すごい勉強になりますとか、そういうことをそうこうやり続けていって、一度お会いしてくださいとか、ほんで、ああ、いいよ、いいかなという、いや、その時には、いや、実はあなた、なんていうかな、その何々さんの、一緒のところでね、勉強したいですと。もしよかったら、給料、もちろんいりませんから、働かせてもらっていいですかって言ったら、いや、いいよ、いいよ、いつでも来いってなるよ、そら。これがね、自分で行動して掴み取った結果なんですよ、これ。だから、そんな難しいことでも何でもないんですよ。でも、ここに今さっき言ったような、ちょっと人と違った感性を持ってなかったら、そこへ行けないんですよ。確かに人に会おうともしないでしょうね、怖くてね。はい。こういうこともひっくるめて感性とか自立とか、感性大事だね。個人のってことを僕いつも言ってるわけですよ、これ。これ、はっきり言って、会った人が、そのね、大人の、なんていうかな、成功したっていうか、その立派な人がね、10人おったとしましょうよ、その子、例えば、16歳からね、でっち奉公行って、10年間で10人会ったとしようよ。これ、東大卒業するより、何万倍の価値ですよ、こっちの方が。本当ですよね。確かに。もうその子はもう多分二十歳ぐらいで起業してるやろな。その融資とか、そのお金の仕組みを知ってるわけですから。で、確かに。そういう人たちがまたバックアップしてくれるわけでしょ。それはもう二十歳で起業してしまいますよ。もう、それも若いうちからそう自分で動かないとダメですよね、やっぱりね。だからこういうことをね、親御さんっていうかね、大人っていうのがね、子供に教えるというよりは、自分が体験実践してなかったら教えれないんですよ、そうやっですね。確かに。すごく感じますね、それは。まずはだから大人である、ね、方がこういうことを理解して実践してみいて、や真実じゃなきゃ真理っていうかな、っていうか、子供に、お子さんにこう、なんていうかな、もっと近道させてあげるってことですよ、そんなわけのわからんそうですところ。よね。いやもう本当に今日はいい話ですね。本当に。だから世の中的なそのシステムって、その金儲けとか商売的なために無理やり遠回りさせられてるとかね。大変本当なで、んで無す理やりよ。お金出させて入らせるんじゃなくて、もう本当にいくらでもね、そういう無料じゃないですけど、その自分の思いでいけば、それを受け入れてくれるところは多いわけですから、それを自分で見つけ出せってところだよね、本当こに言うんだと。け便利な時代よ。これだから僕コメント見てきて、いや、ねえ、その、いや、実は学校辞めて今こんな状態なんですみたいな、こう不動産の勉強したいですかって言うと、行っていいですかって、いや、いつでもおいでってなるわけですよ。ねえ、だから本当に、だからぜひ不動産の勉強したい場合はね、まっちゃんのところに来ていただいたりとか、ぜひこういうところで声を上げていただいて、こういうところで講演会やってほしいとかね、言っていただいたっても行きますもんね、それに求められてたらね、そうですよね。だから大体ね、もう一回話戻るけど、本当に成功的な感じしてになってる人ってね、お金取らないですよ、そんなもんで。取る 理由確かがに、ないんですよ、ちょ別っに。としたお金で取る理由が自分たちでできちゃってますからね、もう回しちゃってますからね。なるほどね。いや、いらないっていうのもあるんですよ、別に。ほう、なるほど。みんな一緒やで、一回そういう人と関わり合ったら分かるわ。別にいらないよね、みたいな。なるほそんどなね。ちょっともらってもみたいな。しょうがねえよなって。それよりも、なんていうかな、自分と似たような感じというか、共感っていうか、それできる人と関わり合いたいって、もうそっちになるんですよ、みんな。もう飽きたんですよ、生涯、俺らも、も言ってみたいですけどね、それを僕はね。もう飽きまバラバラなんだろうなというやつだな。バラバラ商売していいなと思うから、やっぱり飽きたって言ってみてえな、本当にまあ、それはもだから、どれぐらいが飽きたとかっていろいろあると思うよ、そういう人。う。ね、それは何十億。年間、ね、そのキャッシュフローがあるから安心だとかね、いや、私、別にこれぐらいでも全然いいですとか、いろいろその人によって違うわけよ。ただ、僕の目線と僕の基準でいくと、もうええわっていう、もう何もせんでも別にみたいなるほどな。面白い。いや。な。それはじゃあなんでそうなったかって言ったら、さっき言った1年半で何にもせんでいいように実行したっていうだけの話ですよ。1年半でやったってことですよね。なるほどね。まあ、僕はもう、ちょっと商売的な話ないから、はっきり言うけど、3年かけようと思っとったんやけど、それ自分が思う
はいはい、やったらいいんだけど、まあ、俺ぐらいまで3年かけてやろうかと思ったら、1年ちょいで終わっちゃったんで。おお、じゃあもう今やることないってことなんですね。だからい飽きや、ちゃったってあことるよ、ある、ある、あるけど、あるけど、そこで空いた時間をこういうことを使ってるわけですよ。なんかバリバだリなんかから、面白いですよね、まっちゃんのやっぱり思考がね。なるほどね。だから、そういうことをやってる人って YouTube にもおるんでね。いますね。そういう人たちって僕と同じですよ、多分。あ、ちょっと時間ないだからみんなのためにやってますみたいな人。といりや、あえずそうい自う、分のために言っていこうってことですよね。そういう、なんていうか、有料のセミナーやりますからとか、ああいうのってちょっとな、まあ、でもいいんよ、いいんやけど、なんかこう、腑に落ちんなっていうのは僕の中には。オッケーです、オッケーです。すごく、それも、腑に落ちないっていうのが分かりました。そっち行くかみたいな。まあ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 。僕やったらね、お金は一切取る気は取りたくないし、取らないけど、気に入らん人は嫌ですね。それは、みんな、それを自分の好みですから、やっぱりそりゃそういやいですや、よね。それ大事ですよ。本当それに。が僕はそっちの方が価値があるんで。別に自分のなんか屁理屈こねて、なんかこう言われる人はあんまり嫌ですみたいに思そうっですて。ね。それでいいわけですよ。だからそれがじゃあ何人とかじゃなくて一人でもいいし、みたいな。そんなもんだと思うよ。OK です。わかりました。じゃあ、もう時間だ。時間、もう1時間経ちましたね。今日は今日ね。はこれでいいんかな。そうですね。いや、でも、本当に今日の話をね、してて感じるのは、子供に対してもそうですし、まず、やれっていうか、近道すんなってことですよね。いや、近道の方法を知るってことか。どっちかっていうと。最短で行く方法を知最るってこと。短で行く方法の手段を教えろって話ですよ。だからお金を貯める行為だったりとか、もう実際それは最短でもないし、必要ではあるけどっていうところですよね、要はね。必要では、まあ一部では必要ではあるけど、でもそれでも結局最短のルートはいろんな方向からなんだから、その価値観はまあ子供にも与えるべきだし、自分らもそれを持たないといけないよねっていうところですよね。あとまあ最終的にはもう人との関わりになってくるんですよね。やっぱり人のそう関いわりで。う、そういう人と関わるっていうのがものすごく力になるし財産になるんそう、横のつながりをね、どんどんで。どんどそういう人たちと関わるっていうか見つけることが簡単な時代になったんで、これはね、ん。こういうツール活用せんとね、やっぱりふんだんに。だってあれですもん、僕もまっちゃんとつながるのって奥様がその名刺交換が始まるから、だからどこに出会いがあるか分かんないってことですよ。で、何がどうなるか分かんないじゃん。最初の目的と今やった目的出て変わってるしみたいな感じだから。まあ、最後になるけど、愛ちゃんもちょっとここ何回かこういうのね、YouTube やって、だいぶガラガラガラっと剥がれてきたでしょ、古いだのいぶ、が。だからその考え方は全然変わりましたよ。だから、無駄な邪念がなくなってましたからね。で、僕が言ってる話って結構最短ルートの話ばっかりなんですよ、全部。そうです。で、原則になってないそういうところになると、世の中の常識と全然違ね。うところになるんですよ。見え方は変わってきますよね、やっぱりね。ね、なんでそういうことになるかっていうと、みんな10によって9人が行く方向っていうのは、そういうことにならないんですよ、そういう道に。なるほど。だから、人が行かない方向行かないといけないわけよな。全くそうだと思います。本当に。それは、例えば、経営で、長くなっちゃいますけど、経営っていう概念だというのであれば、9人 NG、1人でも OK 言えばいいのかなと思ってて。そうですよ。結局、そんなもんだと僕思ってます。結局のところは、周りがダメやって言っても、自分がいいと思えばそれで OK だと思ってます。やっぱり。そういうもんだと思ってます。それがある意味、他の人と違う突破的なことなので、そういうことですよ。それが成功する法則だと僕は思ってますね。絶対ね。さあ、今日の金融の話じゃないけど、もうなんせね、本当、これ見てね、皆さんこれ見ていただいてね、こびりついたやつを取ってくださいと、もう何もかもがこうちょっと理解できるようになっていく、同じような構造になってるんで、全部が。だから要はやっぱりその人のマインドをコピーするのが一番いいですよ。楽っすわ、やっぱり。ということだ。まあ、今日のタイトルは、愛ちゃん、どんなタイトルにしてくれるのか分からんけど。今日のタイトルは本当にあれですよ。金融の、教育ですよ。教育によっての未来の創造ですわ。本当に。ああ、なるほどね。
やっぱり教育によって未来が変わってきますから、どんどん。うん、はい。あ、だからまあ、ほら、なんていうのかな、その、はい、うん、なんていうのかな、もっと、ねえ、その、本質的なことを理解して、本質的なところへ飛び込んで、本質的な動きをしようっていうことですよ。ちょっとまた本質っていう定義をだけ話すと長くなっちゃいますから、また今度にするとして。まあまあ、そうなんですよ。だから本質は簡単で、うん、その、要は、その、紛らわしいものがくっついてないってことですよ。まあ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 、素のね、素の輝いてるもの、物体ってことですよね。単純に最短でそこへ行ける方法っていうのが本質ですよ、やっぱ。うん、まあ、それを見それはまた、来週に。それは、どちらかというと、見えないようにさせられてんねんけどな、教育ね。まあ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 、それはね、前言ってましたから、ね、いろんなものがこう、塞がってて見えなく覆ってる部分があるから、それをちゃんと中を見ろって話してた、ね、はい。だから話が難しくされてるんですよ、何でもかんでも。原理原則はただ一つ、もうシンプル、取り組みたいな。難しくした方がね、みんなわけわからんようになるから、そっちの方が都合がいい。都合がいい、楽だからっていう。そうそうそう。わけは、はい、そこへ勉強するから、ますますわけわからん。混乱しちゃう。はい、じゃあ今日はいろいろとありがとうございました。はい。